お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。開けろ、鍵。よし、来たわ。要注意しわかった。ティーマハーチューハルゴー。はい、エルおい、ウドウケクチャハルタ。あっちに来い。ほどいてください。待たせてしまったな。
まだ生きてる。ありがとうございます。さあ早く逃げよう。いつまで続くんだろう。Чайюарса! Юш баку полотта! Тэн нэгэм хөдлсон! Тэнд нэг юм. Хөй! Арга! Тэрхүү ясан бэ. Фонарын цаг. この命すっかり諦めておりました。安全なところへ。抜かるでないぞ。何日も探したけど娘が見つから助けてくれ。待たせてしまったな。ありがとうございました。もう安全だ。
中하고댄 내게 못 했어. 왜? 야, 또 세. 또 쇼! 死ぬまで俺は動きません。やまるにゃぎゃん、ハルボ。逃がしてやる。祈りが通じたようです。安全なところへ。抜かるでないぞ。俺はずっと前から巴が気に食わなかった。叫び声が。どうかお助けください。叫び声、何があった？まず太鼓の音と経が聞こえたんです。見に行ってみたら集落の連中が狂ってて、悪夢にうなされてるかのように叫ぶんです。もしや猛虎の術か。場所は？赤島の集落です。死人の浜の近く。調べてみよう。お気をつけください。コモダの村、ここに賊が。好いた男と夫婦になろうと家族を騙して、その後すぐ捨てられたんだ。分かった。見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか
結局家族を殺され米を奪われしまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。何を思案しておる？厄介事か？今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。数日前志村様を見かけた。またお姿を拝めるとは思ってなかったよ。何があったのだ？なんともひどいお話ですよ。先はどこだ？川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った族にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。酒井様、薬
市の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか？若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助立ちに行かねば、猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め、罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。ずっと煙の匂いがする。猛虎は何頭の馬を船に乗せてきたんだろうね。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だったろうに。ねえ、稽古台を使ってる人を見たことある？私の弟、太刀を握ったことがないくせに。じゃあ、いくら失敗したの？5回試したけど。天내게못했어ありがとうございます。行け、達者でな。諦めるものか。
내기용 하신다. 저요 없어. 비치버스. 사무라 굴타. 待たせてしまったな。あなた様のおかげです。安全なところへ。抜かるでないぞ。ここしばらく神社行ってない。あなた様が御作様に見えました。どうぞこの鍵を。御作様もお喜びくださいます。なんて連中だ。見せしまいするために御作様。